藤井翔平9月8日から2019年10月17日は日本の教育者。岡山県川上郡川上町生まれ、岡山市販学校卒業後、公立学校教職に就く。その後、岡山県教育委員会教育次長として長年にわたり県の教育要請に携わる。社会福祉法人旭川僧、江草康彦理事長を補佐し、旭川総の理事、 顧問として医療福祉事業に携わる。旭川総関連施設、老人保健施設日まりえに役員等。趣味は散歩、読書、囲碁。政党の支部。 http://www.pref.okayama.jp:/uploaded:/life:/4112662544272 ミスク PDF ハッ渋谷長寿財団の組織について http://www.zaidan-shibuya.org スラッシュ e7%b5%84%e7%b9%94%e3%81%ab% E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 国立国会図書館デジタルコレクションより h t t p w e b c a t p l u s n e a c j p w e b c a t p l u s t e シュブ l クス b o o k 2 9 6 4 0 4 4 6 h t m l ありがとうございます。